こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。まあ日本は地獄かというのでね、まあ日本は地獄と、まあ、世界一厳しい消費者、日本はビジネスをするには厳しい環境、そして今後も日本人は世界一厳しい消費者で居続ける、そして購買力は小さくなっていく。しかし視点を変えて日本は輸出する商品を仕入れる場所として考えると、日本は天国、日本円に頼った貯蓄、確実、崩壊確実の年金、先細り必須の企業でのサラリーマン生活を送るなら日本は地獄と、景気の良い国へ輸出して外貨を稼げるスキルを身につければ日本は天国ということでね、オーストラリア、アマゾンを、おすすめしてるわけですけど、本当まさに文字通りね、日本は地獄かというようなね、まあひどい、動画があったんで、ちょっとご紹介したいと思います。あ、終わりですか？あ、本当ですか？いやーすごいですねこれね、路上ライブやってたミュージシャンが、まあ、警察にどけと言われてるところね、終わっちゃうんですかと言って CD を買って目の前で踏みつけて終わると、日本人のけしからんも行き着くところまで行き着いた、ね、そんな気がします。でよくね、見かける質問でヤフーチ袋とかでね、転売は違法かというような質問がありますけどね、まあ日本では転売は違法かもしれないと、まあ、けしからんと思う人がいる以上、法的に問題なくても、まあ、転売屋を成敗するのは問題ないと思う人がいるのは間違いない。まあ、これ任天堂スイッチの、ね、レビューですけど、転売をのさばらせとくとはね、任天堂何やってるんだと、ね、転売するやつはクソですがと、ね、それを許すアマゾンや中古屋も同罪ですと、ね、もうすごいですね、転売を許せない、ね、全く許せないというようなこの、レビューついてます。それからね、また他にも転売屋からは買わないでください、ね、あるいは、ね、転売屋にはこの世の中がそんな簡単にことが進むわけがないということを思い知らせてやりましょうというようなね、意見まであります。で以前からまあ、日本アマゾンで問題になっているこの FBA 商品でのすり替え詐欺、ね、これ詐欺っていうよりもしかしたらね、愉快犯というか懲らしめ犯というかね、けしからん犯というかね、まあ、転売屋の懲らしめですり替えをしている人がいると、ね、まあ、品薄な商品だけど高いプレミア付き価格なら買えるなら買いたいという人がいる、ね、これは当たり前のことですし普通の商取引ですけど、まあ、これをけしからんからね、成敗してやると、そして嫌がらせに遭う、まあ、この確率が、日本がダントツに高いです。日本アマゾンで転売するのはお勧めできません、ね、日本アマゾンでも販売したいとかね、販売しましょうかという話を、される会員さんいますし、相談を受けたりしますけど、まあ、どこで売ったらいいですかねというのでね、まあ、正直日本でこう転売っていうのはね、今のもう世の中じゃ選択肢としてありえないなというふうに思ってます。まあ、海外ならね、特にオーストラリアなら、まあ、そんな高く売っててもね、まあ、別に高く出しはすぐ買えるんだから、まあ、買おうっていう人いるのは普通のことですし、日本だってね、昔の景気が良かった時はそういう、風潮でした。まあ、ところがね、やっぱ景気が悪くなるとね、まあ、いろんなところで鬱憤溜まってね、それをこの、儲けてるであろう人たち、まあ、実際転売屋、日本の転売屋はね、すり替え被害やら不良在庫やらね、の問題で大して儲かってない人が多いですけど、まあ、ただね、高く売ってて許せない儲けてるんじゃないかということでね、この懲らしみを受けたり嫌がらせを受けたり、します。こういうリスクを考えると、そのリスクに見合う、あるいはそのリスクをね、負うだけの価値がある、利益が取れるかと言ったらね、まあ、正直ない、ね、ハイリスク、
ローリターン、あるいはノーリターン、というのがね、日本市場なんで、まあ、日本は仕入れ場所として、販売はオーストラリアのアマゾンで販売するというのがおすすめです。無料でアマゾン輸出のメールセミナー配信してますんで、この、ね、記事の右側のメールアドレスとお名前記入して登録ボタンを押してください。まあ、動画の場合は登録するボタンを押してメールマガジンを登録してください。日本は商売をするには厳しい市場、仕入れをするなら、とても良い市場です。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。